皆さんこんにちは、アレクです。もちゃんです。ということで今日は、はい、じゃーん、地球儀からということで、ってことはまたまたやっちゃうということでね、うん、この前今年の夏、世界一周旅行してきたんですけど、もうねまた世界一周旅行したいね、すごい楽しかったねってなって、また海外ね、世界一周旅行したいなと思って、チピトラが来ちゃったっていうことで、まだねいつ行くとか全然決めてないけど、次行くとしたらどこの国行こうかなっていう今、うん、計画の段階ですね、はい、の YouTube です。だから次どこ行こうっていう、だいたいここ行きたいなっていうところをただお話ししますね。ということで今回は、今回ねこれ見て決めたの、この地球儀を、ね、世界一周旅行するために買ったの。ここが日本で、なんか一周だからさ、こう行ってこう戻ると良くないから、こうなんていうの、ずっと回るって感じで考えると、うん、ここ行ってて、今回こっち回りだった。今回この辺行かなかったね、日本のさ、すぐここすぐ隣の中国、モンゴル、タイとからへん、なんていうの、東南アジアも含めて、ね、まあアジアとかの、アジアで言うとだからもう日本って感じだよね、うん、出発が日本で、他のアジア行ってないよね、うん、そうだね、行ってないよね、だっていきなりアフリカでしょ、アフリカのエジプトって、エジプトの前にトルコ寄ったよね、中東、うん、でもさトランジットだけで、トランジットだけでさ、うん、しかもそこアジアじゃなくない、サッカーはアジア枠、アジアじゃないのトルコって、まあ、え、中東じゃない、いろいろ入ってんだよね、すごいよね。でもこう東南アジア系行ってないよね、だから、うん、こうタイとかカンボジアとかね、うんうん、シンガポール、フィリピン、その辺行ってないけど、結構ベトナム気になるんだよね。ベトナムは行ったことないね。ベトナムってどこ、うん、タイと繋がってはないんだ、繋がってないんだね、繋がって、なんかここら辺でピラニア食べれるらしいんだよね。どこで、ベトナムで、ベトナムで、でもさ、ベトナムで食べちゃったらさ、もうさ、うん、ペルー行かなくてベトナムにしようよってなっちゃうじゃん、かけたら近いじゃん。でも俺はちょっと違うじゃん、アマゾン行きたいんじゃないの、いやもう大丈夫、アマゾン、本当アマゾンさ、すごくさ、ベトナムにも、そうそう、ベトナムにもアマゾンみたいなのあるんだったらそこでもいい、そこでもいい、うん、ちょっと種類違うかもね、うん、魚のね、あの、そうだね、同じピラニアだとして、 あと言葉通じないのがちょっと心配だけどね。あー、でも英語わかるよね多分、向こうって違うかな、ね、それはタイかな、ね、バングラディッシュとかどうなのかな、バングラディッシュってどこ、インドの方、ね、どこだろう、これで言うと、ったよ、えバングラディッシュ、あ、ちっちゃいんだね、インドと比べると。そう。バングラディッシュって何が有名なの、うんうん、バングラディッシュやっぱりローラじゃない、あ、そう、ローラちゃんね、うん。だけどさ、違う、食べ物とかさ、そうだね、こう、世界遺産みたいな。うん、あんまりわからないね、この辺りは。行ったことないね。でもさ、タイはさ、うん、ホルヘおじいちゃんがいるから行きたい、うん。ちょっと行ってみたいよね。思うじゃんね。うん。まあ、うちは前行ったことあるけど、うん、影は行ったことないね、確かにね。楽しいんじゃないかな、この年って。ね、なんか海あるしね。うん、ちゃんはなんか気になるところ、あんまり詳しくない？こっちのアフリカは。アフリカはだってさ、もうさ、なんかエジプトってさ、うん、もう本当観光地だけどさ、もっとさ、もうなんていうの、ナイジェリアとかなっちゃうとさ、うん、未知の世界じゃん。やばいよ、ね。なんていうの、うん、本当にライオンとかいいんじゃないのってなっちゃうところは。野生のゴリラとかね。そう、見たいけどね、見たいけど、子連れで行けるとこなのかっていうね。旅行で野生のゴリラとか言ったら俺のんちゃん置いてっちゃうかもしれない、ね、なんでゴリラにあげる、ね、うん、ね、前お化け屋敷置いてったみたいに、うん、そう、置いてかれたの、お化け屋敷で、ほんとね、そういうとこあるよ、裏切り者、裏切り者だ、そう、卑怯者だね、卑怯者です、卑怯者だ、あれは卑怯者だね、マルコちゃんに出てくる、違う、あれはのんちゃんがすごく楽しそうだったから怖がって、違う、違う、歩くタイプのお化け屋敷で、私なんかお化け出てきたら普通一緒にさ、なんか行くぞって感じかと思って、一人で走って逃げたんだよね、で置いてかれて、まだ付き合ってなかったからね、付き合ってなかったっけ、付き合いたてとかそんぐらいじゃない、一番最低な時期じゃない、それ、よく私付き合ったんですごいね、本当、自分の本性ちょっとどうしたら見せとこうかな、そう、逃げんだなと思って、こういうことがあるとびっくりしたね、はい、
よくその後普通に ね過ごした ね。それでもね優しいんだ俺は。あ、でもスペインとか行ってみたいな。あ、スペインいいね。ここのここら辺、うん、親戚結構いるらしいよ俺。本当？うん、マドリードに。スペイン行ってみたいと思ってて、やっぱりさ、うん、ヨーロッパはさ、うん、全制覇したいよね、うん、まだフランスとイタリアしか行ったことないから。そうだね。こうドイツとかも、まあ、トランジットではあるけどちゃんと行ってないし。スペイン結構さ楽しいんじゃないかな、リゾートっぽいところだったら。え、あれじゃないの、サグラダ・ファミリアあるとこだけ見たいぐらいなんだけど。違う？あ、そうなの。俺はもうちょっとなんていうのかな、海の方、イビザ島みたいな。そう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 、イビザ島ね。うん、カゲトの人 DJ やるんじゃないかな。ね、うん、あ、イギリスとかね、うん、スウェーデンね、カゲトの友達がスウェーデンにいるから。親友ね。そう、その親友に会いに行ってだけでもスウェーデン行きたいぐらい仲良しなんだよね。行くか。だから行きたいけど結構遠いね。スウェーデン、どこ？うん、もうほんとロシアの方。結構やばいね。結構遠いよ、すごい寒そうだし、ね、これは冬はやばいんじゃない。行くとしたらさ夏じゃないって勧められたよね、夏ってね、うんうんうん、冬はちょっとやばそう、真っ白なんじゃない。でこう、こう回ってきて、じゃあここからだと、うん、タイベトナム気になるじゃん。タイベトナムらへん行って、でもカゲトラはさ、うん、もう一回エジプト行きたいって言うじゃん。エジプト、そう、すごい大好きで、もう一回行きたいって言われてんの、うん、地中海もいいよね、ここの海。地中海ここ本当料理が美味しいんだよ、ここの。どこそれ、ギリシャ、ギリシャ、ここら辺。でもイタリアじゃん、これ行ったじゃん。そうそうそう、やっぱり、ね、あ、マルタ島とか、うん、そうそうそう、あ、マルタ島良かったんでしょ、うん、なんか仕事でね、行ってて猫がね、野良猫大量にいいんでしょ、うん、猫に会いに行くにはいいね、うん、持って帰ってきちゃうよ、これ持って帰ってこれないでしょ、うん、泣いちゃうもん、いつも、うん、怠け者の時みたいに。そう、泣いちゃうんだよね、好きすぎると泣くんだよ、うん。ここの辺はね、この辺行きたいとこいっぱいあるね、ヨーロッパだから。ヨーロッパは、あ、ほんと、のんちゃん、のんちゃんの。え、じゃあアフリカ行ってみる次。結構な、あの、本当のアフリカ、なんとか族みたいな、キリンいるみたいな、そういうホテルもあるんでしょ。そう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 、それって南アフリカじゃなかったっけ、まあ、南アフリカ。南アフリカってさ、南アフリカってさ、うん、こんなところなのね、なんかこんな端っこなの、もっとヨーロッパ。そうそう、もうちょっとヨーロッパっぽい感じ、いっぱいいるよね、だって南アフリカの人。私の英語の先生は南アフリカの人だったよ。あ、何人も。そうなんだ、うん、なんかオンラインで英語の授業を受けてて、うんうん、なんかさ、うん、南アフリカってあれ昔フランスの植民地だったところじゃなかったっけ。こんな遠いんだね。めちゃくちゃ遠いよ、だってさ隣のさ国がナミビアって書いてあるよ。ナミビアって本当にさ、ね、アフリカじゃない。なんか南アフリカって名前だけど、うん、名前なだけで実はさ結構さ、ね、ヨーロッパ系かなと思って。ベルナルドも南アフリカじゃなかったっけ。違うんだ。ベルナルド知ってる？何それ、どれ？ K-1 ファイターのさ。知らんの。ヘビー級の。ここいいよ、マダガスカル。マダガスカルね、チョコレート違うよ、なんかさ動物じゃない、ディズニーのさマダガスカルってさ、あったよね。なんかまだなんか動物がいるところがいいな。さあケニアじゃない？ケニア、ケニアじゃなかった、あのシマウマとかブワーって走るの。違う、そういうとこだよね。でもね、ここら辺詳しくなさすぎて、ね、またガイドだね。そう、ちょっとね、わかんない。ジンバブエとかやばジンバブエここなんだでも結構でっかいよ。パパ君でしょ。え、そうなの。パパ君違ったっけ。え、わかんない、なんか知ってる、パパ君って。あ、タイなんだ、ね、タイなんだっけ。あと、かけたらブラジルにハマってるからさ、うん、次はブラジルもいいかもよ。だったらワールドカップ予選見に行った方がいいね。え、でもさ、うん、負けるとさ、すごい悲しむじゃん。一日さ、気分が落ち込むタイプじゃん。落ち込む、怒ってるよね。怒ってるからさ、ね、見ない方がいいんじゃない。うん、そうだね。サッカーグッズを買うぐらいでいいんじゃないの。そうだね。うん、だって本当にさ、わかんないじゃん、勝つかも。どこの滝だっけ、と、なんか。イグアスでしょ。イグアスの滝。イグアスは、なんかあれって言ってたよ、どこだっけな。ウルグアイとかパラグアイじゃない、ね、違う、ね、ブラジルとなんかの間だった、うん、そしたらパラグアイとかじゃないの、この辺。今ね、ということで、今ね、いっぱい喋ってたの、この直前に。でもね、動画が途中で止まってて、ね、びっくりした、ね、多分消えてたと思う。そう、喋りまくってる途中で気づいた。10分なんだね、動画撮れるの。10分後に消えちゃうから、10分話したらもう消えちゃうね、うん、そうだね。で、どこ、何、じゃあさ、自分の一番行きたいとこ最後にさ、
決めて終わりしようよ。そこだけは絶対行く。一、ね、人ずつね。そうですね。うん。美人ちゃんはまだね、わかるかな、どうだろう。でもまあ、ディズニーランドさえあれば、だから、ね。中国？いや、多分ね、フランスも行きたいじゃない？プリンセスのレストランがあるんだもん。フランスのディズニーは。一回行ったじゃん、すごい前に。だからプリンセス好きだから ね、フランスは行きたいんだと思うんだよね。でもあれ予約取れるかなみたいな、すごい予約取るの大変なの。あ、そうなの。でもあの時はすごいね、ホテルの人優しくて、うん、予約多分満帆でウェブから取れなかったんだけど、すごくこのレストラン行きたくてって言ったら、なんかちょっとね、そう、すごい優しかったじゃん、あのホテル。あ、なあ、すごい優しかったね。うん、なんだ、なんかまだ全然チェックインの時間じゃなくて入れてくれたりとか、うん、多分今はしてないかもしれないけど、うん、その時してくれて、だって本当のチェックイン15時とかだよ、うん、でさ、すごい初心者だったもんね。そう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 、旅の初心者でさ、早く着いちゃいけないのも分かってないから、よく、うん、部屋に入れないのね、うん、でも後から考えたらすごかったね、うん、ヨーロッパみんな優しかったよね。ヨーロッパ優しい。え、どこ一番行きたい？じゃあ1個だけ行けるとしたら、1個だけ、1個選んでいいですか？自分の希望1個だけだったら1個だけの、うん、じゃあ回すよ。え、そんなので決めるの？目つぶるよ、うん、ずっと行ってくれ、ここ。うん。行くよ。うん。ここ。海でした。海だけど。海だけど、一番近いのはアメリカ。もう一回もう一回行くよ。海はなしね。うん。やり直し。あ、来た。イエメン。イエメンだって。イエメン。行けるの、パスポート的に。だってサウジアラビアの下だから無理じゃない？いや、行けんじゃん。イエメン、ちょっと、でもこれもアフリカで面白そうだね。アフリカかな。本当はサウジアラビア行きたいんだもん。タケトラね。いや、私もだよ。あ、行きたいの？サウジアラビア。うん、じゃあサウジアラビアにする？いや、だから無理なのよ、パスポート的に。そう、ペルーのパスポートだとね、受け入れてないの、今。観光。もう少し OK なんじゃないか。いや、あと何年かかかる。日本人もだって4年ぐらい前からやっと OK なんだもん。あ、そうなんだ。うん。だからすごい厳しいから。そうか、国は有名だけどね。じゃあスペイン。え、スペイン行きたいの？あ、取ったな。スペイン行きたかったのに取ったな。スペイン、私もスペイン行きたいな。でもね、本当はスイス行きたかったのね、うん、今回良かったから。でもね、カケトラがね、なんかね、スイスね、行かないって言い出したの。あ、そうなの。多分ね、なんて言うんだろう、もっとスイスってさ、すごく整ってんじゃん、うん、整ってるないところ行きたいの、ハゲトラって。超マニアックだから、アドベンチャー。そうそうそう、アドベンチャーだもんね。スイスだとね、多分整ってて綺麗すぎて物足りないらしくて、うん、あとキューバも行ってみたいな。キューバってさ、でもアメリカから行けなくない？だ、行けるよ。え、確かキューバってダメじゃない？行けるよ。メキシコからとかじゃない？違う？今後行けるよ。え、キューバ今回取ろうとしたら無理だったよ。あ、なんか、うん、なんかルート的にかな、無理だったんだよね。あの入力したら、なんか行き方あるでしょ、どっか。なんかキューバ行ってみたいね。キューバ、うん、まあなんかね、すごそうだね。全然違いそうだね。音楽とかなんかファッションとか面白そうじゃん、なんか。うん、私、まあ、ギリシャ行ってみたいかな。あ、ギリシャ結構ね、だからあの治安悪いらしいよ。ギリシャだよ。やばい街はやばいらしい。嘘だよ、ギリシャだよ。あのね、あんまり言いたくないんだけど、うん、結構ギリシャ？そうだよ。本当？うん。いや、あの青い海のだよ。そうだよ。本当？だから場所によってはやばいよ。ギリシャで。うん、ギリシャもやばいよ。どうしたらいいのじゃん。だからまあギリシャでもいいんだけど。ちゃんと場所選ぶのってこと。どうしても行きたいってなると難しいけどね。私本当オーストラリアとか好きだけどね。俺宮古島行きたい。なんで日本なの？うん、宮古島に住みたい。え、宮古島って1回しか行ってないじゃん、うん、そんなに好きだったの？なんかもうそう、ゆっくり行こう。あ、ゆっくりだったよね、うん、あそこね。でも台風が来ちゃったからさ、あんまり1ヶ月間ぐらいさ、入れなかったけど。行ってみるの？あ、モルディブ行きたいの。話変わった、モルディブ行きたい。そう、インドの下なんだって知ってた？確かに行ってみたい。でもすごい高いんでしょ。タマラが行ってたじゃん、妹の、うん、高いって言ってて、1泊50万とかするって言った。1泊50万でしょ、うん、3泊ぐらいしか。3泊で150万で、しかもね、ホテルが高いんじゃなくて、空港からホテルに行くのが30万ぐらいするんだって。なんだっけ、何そうそうそう、超小型飛行機みたいの、飛行機、船じゃないの、乗るのに30万ぐらいするんだって、飛行機からホテルまでで。1人7万とか8万ってこと？うん、すごいよね。で、往復して30とか、うん、だからホテル代じゃないんだよ、交通費でさ、うん、それ結構なんかさ、ケチだからさ、そこさ、うん、
えって思っちゃう。うって思っちゃうよね。なんかホテル代に含まってて、ホテルの人がそこちょっとお願いして、ね、ちょっと送ってよみたいな、ね、そうそう思っちゃうんだけど。でもイタリアでも、うん、やっぱ高かったじゃん、タクシー。でもそんな高くないよ、2万円ぐらいだよ。そうか、普通だよ。普通か、うん、だって日本でのタクシーでもある程度するし、うん、 それの水上だと、あとまあイケメンだしね。そうそう、イケメンなの、イケオジだから。イケオジのね、だってさ、すごい安くはできないよ、だって。まあ、そうかそうか。アマゾンもうちょっとあの運転してくれる少年たち、おじさんとちょっと違うか。すごい整ってたよ、だって、うん、まあね、みんなドルチェ&ガッバーナみたいな雰囲気だったじゃん。まあそうだね、うん、アマゾンのね、あの船ね、途中で、ね、エンジン何回か壊れたよね。そう、覚えてる、うん、やっぱね、あっちはね、使えるとこをギリギリまで使うからね、うん、だからもう、でも持ってたのね、新しいエンジン、なんで使わないんだろう ねだからもう、ね、もう壊れたのを待って、やっと帰る感じだからね。だから別にもうかかりませんよ、これもうっつってだってもうかけるのに1時間かかってたじゃん。そう、なんで新品にしないんだろうね、持ってんの。持ってんのよ、僕に。持ってないかと思った。ヤマハ持ってた。持ってたのよ。なんなんだろうね、ちょっとなんかね、最後まで使わないとっていうね、あんだろうね。じゃあ、はい、アレクはどこだっけ、はい、イエメンに行く。いやいや、スペイン。なんだよ、スペイン、うん、スペイン、私はモルディブ行きたい、うん、で、玉かけたらはエジプト行きたいになって、うん、美人ちゃんはフランス行きたいってなる。次の第2回目の世界一周旅行ができるのすごい楽しみにしてます。まあそれまでね、頑張らないとね、うん、はい、ということで、え、登録者数がさ、うん、あの10万人になったら行こうよ。10万人になったら、うん、まだまだだよ。そうそうだ、だから10万人もしもらったら、うん、もう次の日から行くので次の日から次の週から行くので努力してください、うん、その言い方で、ね、これってのちゃんもさ、まあいっかってなるでしょ。だからまあなんかの記念で行きたいね。でこれを達成したとか、こういうなんかの記念で世界、ね、分かった、俺がちゃんと働いたら、働いたら、そうだね、働く、そうだね、働いて、なんか世界一周、はい、うん、じゃあ次怒ってよ。わかりましたよ。怒れたらじゃあ行こうよ。わかりましたよ。うん、怒ってくれる？怒ってくれ、怒ってもいいんだけど。いいんだけど。いいんだけど、じゃあ2ヶ月間何も言わないで。何が？2ヶ月間ちょっと、あの、なんかやりますよ。はい。はい。ということで、次は、絵を描く。アレクが怒ってくれるようになったら、世界も一周します。絵を描いて売る。え？絵を描いて売る。で、買ってくれないじゃん。そういうのはダメ。そういうのダメ。のちゃんだってよ。そういうのはダメ。なんか仕事探してよ、のんちゃん。だから探すのも仕事だから、自分。厳しいね、俺に。はい、ということで、はい、世界一周旅行の2週目のお話でした。するよ。